ジャス、おはようございます。パルと申します。ミミッキュの食材確率、スキル確率が判明したそうです。それを踏まえて今回はミミッキュゲットした方がいいのかみたいなところをね、無課金初期勢のパル目線でお話ししていこうと思います。ステータス速報の動画でね、こうベースの性能についてだったりスキルの考察だったりを軽く行ったんですけれども、どうやら化けの皮木の実バースト、予想よりかなりスキル確率低かったみたいです。それでは参ります。ということで、まずはミミッキュのスキル確率、食材確率見ていきたいと思います。参考にさせていただいたのはレノンクスポケスリ攻略ツールさんです。ミミッキュの食材確率 15.30%、 スキル発動率 3.30% と判明したそうです。で、これを見て私が最初に思った印象が、低すぎないでした。というのもね、ステータス速報の動画で引き合いに出しましたデデンネのスキル確率が 4.50% あるからなんですよね。デデンネってミミッキュと同じくフレンドポイント16の無進化スキル得意ポケモンで、お手伝いスピードも同じ2500秒、第一食材も同じ特選リンゴ、最大所持数も同じで、木の実エナジーはミミッキュのゴーストタイプの方がわずかに上回ってるんですが、まあほぼ同じと、かなりね似ているステータスをしています。その上でデデンネのスキル料理チャンスは、料理さえ強ければエナジーチャージ M を上回るほどの強さを誇っていて、ミミッキュの化けの皮もね、チームメンバーのレベルが高くてフィールドの適正木の実を持ってこられれば、エナジーチャージ M を余裕で超える上に大成功まであるっていうね、条件付きで強くなっていく成長型のメインスキルという点も似ているので、なんとなくね、こうデデンネと同じくらいのスキル率なんじゃないかなと思っていたんですが、蓋を開けたらよっぽど低かったんですよね。で、ミミッキュの 3.30% ってスキル確率アップ M の 1.36 倍をかけると 4.488、 ほぼ 4.5% ってことで、スキル確率アップ M をつけてようやくデデンネくらいなんですよね。計算ツールで見てみると分かりやすいんですが、ミミッキュのみスキル確率アップ M を持っていて、まあ全員同じくらいのスキル期待値になっているっていう、そんな感じなんですよね。なのでね、パッと見の強さはね、ちょっとあれ弱いんじゃないのと思わなくもないんですけれども、一応ね、これが弱いとは全く思ってはいないです。ミミッキュね、木の実エナジーも低くて、食材のエナジーも低くて、スキル率もこの程度ってことは、それだけ化けの皮が強いスキルであるっていう評価をされている、まあ、その裏返しなんじゃないかなと思ってます。また、化けの皮にはね、大成功っていう要素があって、大成功が発生すると集める木の実の数が3倍になるそうです。実質3発連続で発動しているのと同じですね。で、一度大成功すると睡眠リサーチを報告したりするまで大成功発生しなくなっちゃうわけなんですけど、仮に大成功が10回中1回 10% の確率で発動するとしたら、まあ10回で12回分スキルを発動しているのと同じことになりますよね。9回発動して10回目に大成功したら、それが10、11、12と3カウント分されるわけなので。なので、大成功確率が 10% なら、スキルの強さっていうのは今見えているものの 1.2 倍ということになります。20% だったら 1.4 倍、30% だったら 1.6 倍ですね。ただし、まあ、リサーチを報告するまでは大成功が発生しなくなるので、まあ、理論値を出すためには、例えば分割睡眠をしたりだとか、まあ、5++ を持って、いつでもこうね、リサーチが報告できるっていう方が有利だったりとか、まあ、とにかくね、プレイングでカバーをしてあげる必要もありそうではあります。で、先ほどね、スキル確率アップ M の 1.36 倍があれば、ミミッキュはデデンネと同じくらいスキルを発動できるって言ったんですけど、大成功確率が仮に 20% くらいなのであれば、まあ大体同じくらいの強さというふうに評価はできそうですよね。ということでね、最初ね、こう、スキル率低すぎて、スキルを強く使うために前提をね、かなりしっかり整えなきゃいけないのに、こんなもんなんだって、ちょっとまあ、がっかりというか、思いはしたんですけど、おそらくね、実際にはもっと強いというか、見えているスキル率以上の強さは間違いなくあるかなと思うので、そこはね、運営さんを信頼していいんじゃないかなと思います。で、ここからが、まあ、ある意味本題というか、ミミッキュってゲットすべきなのかどうか。ここね、
大成功確率が判明しないとミミッキの強さをしっかりと測ることはできませんよね。けれどもそれを待っているとせっかくの大ピックアップ、ハロウィンイベントが終わりかねない。しかもフレンドポイント16でゲットが大変なので待ってる余裕はなさそうと、すぐに行動を起こさなくてはなりませんよね。まあそこでね、ミミッキをゲットしていいものかちょっとためらいが生まれたりもするかと思います。ですがね、ここはあえて言い切りましょう。ゲットして大丈夫です。ミミッキュ強いです。それはね、もちろん運営さんの調整能力への信頼だったり、まあ、もしねどうしようもなく弱い場合は後からアップデートされたりだとか、まあそういうね保険的な部分もありはするんですが、私個人的な考えなんですけど、基本的にポケモンスリープって最高効率でプレイできるゲームではないと思ってるんですよね。仮にね、うん十万円、うん百万円課金してても、理想個体に出会えないなんてことはザラにあると思いますし、特に無課金、美課金リサーチャーは、まあ基本的にはね、たまたま出会ったなんかすっごい強い子に助けてもらいながら、自分だけのポケモンスリープをプレイしていくっていうゲームだと思っているんですよね。そんな私に言わせると、みんな強いポケモンなんですよね。例えば、こう、厳選の終わらない、編成していないサーナイトより、なんかたまたま出会った強強ソーナンスの方が活躍する世界線だってあるわけで、それがね最高効率でないのは間違いないんですけど、そもそも最高効率そのものが机上の空論というか、取らぬ狸の皮残用になりやすいゲームだと思ってるので、ミミッキュ推しの方はねもう気にせずバッチリ狙っちゃってほしいなと思います。ただしミミッキュというポケモンの特徴はしっかり押さえておいた方がいいと思っていて、スキル得意のポケモンなのでね、メインスキルのレベルを上げないと、まあ、あんまり強くない。で、そのためには金種、メインスキルの種が結構必要だよっていうことはやっぱ知っておいた方がいいだろうし。で、スキルで集めた木の実のエナジーはポケモン本体のレベルによって決まるので、ミミッキュ本人のレベルを上げる必要もありますよね。で、ゴールドが解禁されてない方はしばらくリサーチで飴を集められないので、例えば飴ブーストを待った方がいいかもしれないとか。あとはチームのポケモンのレベルも上げてないと強くないので、手持ちがねレベル30の食材ポケモンだらけみたいな人とかは使いこなすのに時間がかかるかもしれない。一方で木の実エナジーの高い鋼タイプとかドラゴンタイプが好きな方はミミッキュの強さをより引き出せるかもしれないとかね。やっぱそういうことを分かった上で、あとはもう各々のプレイスタイルとかそういう話だと思うんですよね。こう最高効率を目指すっていうのも一個めちゃくちゃね素晴らしくて分かりやすい遊び方だと思いますし、そこにミミッキュが入ってくるかっていうのはちょっとね正直分かんないんですよね。これは大成功確率が分からないと正確な強さを数字でね求めることができないので、そこを目指したいんだって方は今は様子見しておくのがいいかもしれないし、私みたいにそもそもメインスキルの種がなくてゲットしても強くするまでに何ヶ月かかんねんみたいな方もスルーしちゃった方がいいだろうし、一方ね推しだからミミッキュ中心にゲームを進めますっていうのもものすごくいいと思うんですよね。それをやると自然とそのフィールドに適性のあるポケモンを集めることになるし、さらにレベルも上げるっていうね、なんかものすごく理想的なプレイングをしてるような感じがしませんか？そういうね素敵な副産物もミミッキュ中心プレイにはねあったりしますよね。なのでまあ本当にそこはね個人のプレイスタイルによるところなんだけど、結局のところ特徴を知って自分に合うか合わないか、まあそれが全てなんじゃないかなと思いますまあね非常に身も蓋もない内容なんだけどまあちょっとね、今回はその前回のステータス速報の予想をしたスキル確率とだいぶね、本体のスキル確率に乖離があったので不安にさせてないかなみたいなところも込みでこんなお話をさせてもらいました。まあ無課金目線でね、簡単におすすめできるポケモンではないってことはね、前回もお伝えしたんですけど、推しであるならばね、うるせえでいいと思います。その上で無課金でね、これを言うのもおこがましいと思うんですけれども、あのメインスキルの種だけもうちょっとねどうにかなりませんかねあの魅力的なスキルポケモンが多すぎるんだよねそれこそねフワライドとミミッキュ同時編成とかね、ゴールドでも相性良さそうだし、めちゃくちゃやってみたいんですけど、まあね私はねそういうことが簡単にできないということを承知で無課金プレイやっている節がありますので、まあある意味ねそれはそれで選択肢を絞りやすくていいと思うことにはしているんですけれども、
ぜひですね、皆さんにはプレミアムパスに加入した上で、もう少し金種よこしやがれと運営さんにお伝えいただけるといいのかななんて思います。いや本当にね、ちょっと魅力的なスキルポケモン増えすぎてませんまあそんなこと言いつつ、私はねこれからもしばらくマルノームと一緒に夢のかけらライフを楽しんでいこうと思います。そんなわけで、まあ最終的にはだいぶパッションな話だったんですけれども、ぜひねミミッキュをゲットするんだって腹をくくった皆様のもとに、もうねバチボコの神ミミッキュちゃんがね来てくれることを願っております。そんなミミッキュのスキル確率とゲットすべきかどうか的なお話でした。ぜひね皆さんのミミッキュ表もねお聞かせいただけますと幸いです。フワライドとどっちが欲しいかとかもちょっと聞いてみたいかもしれないですね。ちなみに私はフワライドが欲しいです、ね、この動画でミミッキュじゃないのかよっていうねぜひねコメントお待ちしております。ということでここからはハロウィンイベントのリサーチ見ていきたいと思います。いやハロウィンイベントね、マジで誰ゲットしたらいいでしょうかね。どうぞ。じゃあということでアサレポやっていきたいと思います。462日目のリサーチなんですが、見てください、睡眠スコアね、全然あれ入眠できてなかったってことかな。そうだよね、寝つくまでにかかった時間ね、えぐいことなってるもんね。入眠失敗ですというわけで久々にね100スコアどころか80スコア台を出しまして、うとうとタイプのハロウィン一発目のリサーチやっていきたいと思います。やっぱね iPad の方が重たかったからか、多分もうちょっとね iPad の方がねスコア高かったですね。そんな感じでいきなり出花くじかれ目ではあるんですけれども、まあまあ若草本当なんでね、ハッタ入れてきてくれてよかったよというところで、ね、なんやかんやもろもろハロウィンのピックアップがかかっております。3495万285、81睡眠スコアでのリサーチ見ていきたいと思います。大ピックアップがハロウィンピカチュウとミミッキュで、ミミッキュは星1出てくんのかな、どうだろう、まだ出てこられないかもというところなのでね、まあハロウィンピカチュウに期待して見ていきたいかなと思います。どうやらね昨年のオレンジ帽子のハロウィンピカチュウと寝顔は共通なのかな、だからニューにはならないんじゃないかな。ゴクリン、ハロウィンピカチュウしっかりおります。タレミミね。そして本日のお香はココドラ使っております。星2ってココドラもう出てくる眠気パワーに乗ってるかな、ちょっとわかんない。ということで、オスのタレミミね、ハロウィンピカチュウ見れました。嬉しい。ぜひ一体はお迎えしたいね。そしてお腹の上にゴクリンどってり寝てます。ね、ここ4週間ゴールドにいっぱなしだったので、ゴクリン久々に会えて嬉しいぜ。アーボックちゃんは割とちょいちょい会いますよね。ということで、コードラはこれは星1寝顔かな。まあまあまあね、ちょっとね、もしワンチャンコーヒーを買う星2寝顔やないかい、マルノームも俺やないかいというところで、これ毒タイプウトウトがねしっかりたくさん来てくれてますね。一応本日は多くのポケモンもねこう闇鍋されるという一日なんですけど、ココドラありがとう。星にはマジで癒される。雨的にね激うまなので、星1と2でね、この期間中は4つ雨が変わってきてしまうので、マジ星にありがとうなんだよね。そうココドラね早い段階でね、もしコーヒー開放できたらワンチャンなんかいろいろあったりなかったり、そうなんす、懐かしいね。そして大ピックアップじゃない、中ピックアップがしっかり仕事をしまして、ゴース系列もたくさんいるというねリサーチとなりました。昨年を思い出すね。昨年はね確かゴースたち大ピックだったんじゃなかったっけな、ハロピカが中ピックとかだったっけ、忘れちゃったとにかくね昨年は本当にねゴースとゲンガーにね非常によく会えたんですよね。それが思い起こされるかのようなねリサーチとなってます。マジで飴たまるよ本当に飴たまるのでね、マジで2体目の育成も検討していきたいなというところではあるんですけれども、本日はちょっとココドラちゃんにねよろしくどうぞしていただきたい。ふんチャンス、ね、そうなんすちょっともうそうなんす、空気読んでよいや逆に空気を読み切ってくれているのかもしれない、非常にね YouTube のことを分かっているソーナンスちゃんでありましたけれども、ココドラにエポケサブレあげてちょっと頼むので、今日は3枚食べてほしいな、マジ頼むよろしくお願いします。あとポケサブレがないですあ、お願いします、なんとか頼む、なんとかもう1枚だけでいいんだ、お腹いっぱいはやめてほしいんだ。ハロウィンピカチュウ
一体ぐらいはお迎えした、私どうしよう、対戦ありがとうございました。いやちょっと1週間のうちになんとかハロピカにチャンスついてくんないかな。いや残念ながらココドラはマジで残念ながらというところでしたね。ちょっと今日失敗するのきついな。いやココドラのお香ねもう一個持ってるので明日もね使っていきたいなというところなんだけど、ゴクリンなめゴクリンなめすごいことなっております。いやこの飴壮観だよね、マジ毎日これだけ欲しいとね昨年は本当に思っていたんだけど、今はどちらかというと夢のかけらの方が足りないというね、圧倒的に飴はあっても育成できないという状況となっていますので、本当にしばらくサブアカねこの後やっていきますけれども、丸のオムちゃんを活躍させていきたいなと思っておりますということで、まあね、まあこんな感じ、いつも通り、ね、ハロウィンの雰囲気楽しんでいきながらサブアカにバトンタッチしていきたいと思います。ココドラ明日はちょっとコーヒーね、今日これだったからもちょっと明日はコーヒーよろしくどうぞね、ばっこりお手棒職 M よろしくお願いします、コーヒーコーヒー。じゃあということでサブアカのリサーチもやっていきたいと思いますね。この月火水曜日までしかねココドラたちのお香を置くことができないので、本日もねしっかり置いてリサーチしていこうかなと思います。ということでメインアカウントに引き続き、確かサブアカでもねココドラのお香を置いたはずでありますね、見ていきたいと思います。447日目のリサーチ、ハロウィン初日となっております。そうなのよ、サブアカの方がねなんか若干1時間じゃあマイク不調でしたね、サブアカの方がね1時間ぐらい早く寝つけたことになってるのかな、まあその差と、あとは起きる直前もね非常にうとうとしていたらしいということで、もうもろもろなんやかんやかなりねリサーチはミスっているわけなんですけれども、まあそういう日もたまにはあるさということで見ていきたいなと思います。しかしながらねこうハロウィン非常にねゆったりとした雰囲気でね進行できておりますので、それがありがたいなといったところなんですが、先ほどとは打って変わって星に願う一つだけというリサーチとなりました。この眠気パワー帯で星に願う一つだけってどういう状況、まだミミック出てこないんじゃないかな。3184万5156、見ていきたいと思います。星に願う一つとココドラのお香を使ったはず、さあどうでしょうか。カビゴンが大きい、ピカチュウがいる、かわいい非常にかわいそう。ココドラのお香をしっかり使っておりますね。さあ周り見ていきましょう。スヤスヤタイプとなりましたので、ハロウィンピカチュウがねとんでもなくたくさん出てきたっていい。うわあスヤスヤしてる、すごいスヤスヤしてる、嬉しい。ヨーギラスめっちゃ嬉しいんだけど、首ひねりでジュペッタが来てくれてましたね。ここ何このギュッとなった世界、かわいすぎない？ピカチュウかわいい、ハロウィン帽子マジ可愛いよね。帽子ちゃんとさ耳を片方だけかけて落ちないようにしてあるのかな、なんだろう、なんか趣も感じるね。あとヨーギラス来てくれたの嬉しすぎヨーギラスって若草にも出てくるんだ、嬉しすぎるっていう気持ちに若草でヨーギラスに会えた時に非常になりますね。そしてジュペッターサブアカは育てていますので、雨非常に嬉しいところです。右側ストレッチね、ココドラ星にサンキューマジでありがたい。寝返りを打っているな、影坊ちゃん、これ雨嬉しすぎて丸まっていて顔ゴシゴシね、なるほど。デデンネちゃんの星にが眠気パワーをほとんど使っていた犯人というかね、そんな感じでありまして、こっちにはメスのハロウィンピカチュウ紫帽子も来てくれたということで、多分ね図鑑にも登録されるんじゃないかな、オスメスの姿ね、2種類見られている方がやっぱなんとなくこう気持ち的に嬉しいみたいなところがありますよね。ということでまとめてリサーチしておやつタイム入っていきたいなと思いますこっちはあれだね、ゴースじゃなくてね、ジュペッタたちがたくさん来てくれたね。今年はね両方とも中ピックアップ、昨年はゴースたちが大ピックで影坊主たちは小ピックだったので、影坊主たち本当に全然出会えなかったんだけど、今年はねお互い中ピックなのでね、どちらもたくさん見られたらいいなというところでやってまいりましょう待って、ココドラもお迎えしたいんだけど、ヨーギラスお迎えしたすぎない？でも今ポケサブレがこれで全部みたいなところもあったりなかったりじま、ちょっと待って、ココドラをお迎えするのかどうかに関してはかなり協議をしないといけない。今私育ててるココドラが1体いるんですよ。なのでもちろんね、そのさらに上を目指したっていいし、ミートミート AA のねココドラを育成することになったっていいと思ってる。それはつまり育てるってことじゃない？でもヨーギラスだよ、ヨーギラス、もうこのチャンスでお迎えしなかったらもう一生会えない、一生会えないは大嘘なんだけど、一生会えないまであるし、ハロウィンピカチュウもどうせならお迎えしたいじゃん。マジで悩ましすぎこんなに悩ましいおやつタイムがハロウィンで訪れると思ってなかった私、全然
しょ、これちょ、でもゴールドに戻るでしょ。私はね、多分ゴールドに戻るんだ、当たり前なんだけど、ゴールドに戻るから、とりあえずヨーギラスを確保します。はい、ココドラは確かに出会いにくいけど、ゴールドに戻るからまだチャンスはあるよね。ハロウィンピカチュウ、ハロウィンピカチュウで、ね、どうしたらいい、これとりあえず1枚だけあげさせて、ちょっとココドラに。もうちょっと直前の悪夢をね、思い起こさせてしまうのでね、ちょっと1枚だけあげとこうと思う。明日出てくるから。もうお香を置いたからね、さっきね。このまま私の気が変わらなければ、今日ココドラのお香を置いたまま、明日のリサーチでもココドラを呼び出すことになって、またねこういったこう悩ましい気持ちになるはずだから、どうする、マジで。ココドラ行けるとこまで行くね。ココドラ行けるとこまで行くも割となしじゃないんだよ、マジで。いやでも、いや、落ち着きます。落ち着いた。終わらせた。落ち着いてはないかもしれないけど、終わらせた。優先度で、ちゃんと優先度で考えよう。そう。AA の、豆ミートのとんでも答えのココドラがそう簡単に来てくれますか？答えはもう、OK、そう。私は冷静。それでもね、もちろん立ち向かっていかなければならないというのは、もちろんね、大いにその通りではあるんですけれども、ね、ちょっともう何言ってるかよくわかんなくなってます。はい。ひとまずね、まあ、ワンチャン、それで言ったら完全ワンチャンドリームにかけたヨーギラスゲットではあったものの、まあ、初日のリサーチこんな感じで、雨は非常に助かりましたということで、ヨーギラス、金スキルが確定しております。素直な子。素敵だね。見ていきたいと思います。ドン !SP499、キノミエスではありません。食材、何がいいんだ？バンギラスの食材って何がいいんだ？いっそ ABC でもいいんじゃないかなと思っても、なん、まあ、ちょ、見てから考えよう。見てから考えます。食材なんでしょうか？ひょい。ABA。ABA だね。大豆要員が今サブアカにはいないので、ちょっとね、そこでお世話になる可能性もある。元気チャージのレベルも上がってないです。ということで、サブスキルなんでしょうか？せーの。ほい。お手伝いボーナス。所持数、所持数。悩ましい。私ね、その海竜をメインアカウントの方ではね、海竜育ててるんですけど、そっちはね、食材に一切補正のない海竜を育てていて、その子でも、まあ十分といえば十分なんだけど、とはいえ、やっぱ食材のポケモンとして考えると、非常にね、食材確率を持っていて欲しかったなと思うシーンがとってもたくさんあるので、悩みます。いずれトープに戻った時にやはり育てることになるのかもしれないヨーギラス。ちょっとね、雨ブースト、そのホリデーのタイミングで無制限雨ブーストが来るんだったらね、もう夢のかけらね、丸ノーブでがっつり貯めてヨーギラスに突っ張ってもいいななんて思ってはいるので、え、どうしよう本当に。雨ブーストのこと考えるとどうしよう。私、この後ゴールドじゃなくてトープ行った方がいいかな。もうちょっとわかんなくなってきちゃったので、もう今ね、私冷静ではありませんので、一旦ね、このままリサーチを終えて、おいおい、またね、じっくりと考えていきたいなと思ってるんですけど、明日からポケポケも配信開始されちゃうし、私はいつまで冷静でいられるのだろうか、いられないのだろうか、よくわかりませんが、まずはハロウィン初日のリサーチでした。明日からはね、現実的にミミッキュー出てきてくれるんじゃないかなと思うので、期待していきたいと思います。さあ、ということで戻ってまいりまして、いや、ハロウィンイベントさ、サブレの行方むずない？いやね、ハロウィンピカチュウもね、1体くらいはゲットしたいなーって思うんですよね。まあその子がね、本当にとんでも神個体なんてことはほぼほぼないとは思うんだけどね、ちょっとどうしよう。実はね、昨年のハロウィンピカチュウ、オレンジ帽子の子もね、ちょっと惜しまれつつ博士にお送りしたりなどしたので、みんなマジでボックスの整理ってどうしてます？今ね、色違いのポケモンを送れないでいるんですけど、30体とかになってきてて、どうなんだろう、普段から分割睡眠するよって方とかってシンプルに倍くらいいたりするんですかね？ね、どうしてます？ボックス整理。個人的にね、こう、ボックス、ポケモンボックス拡張は今のところ全く考えてないので、いや、まあ本当に本当の限界だなと思ったら、色違いのポケモンたち、博士にお預けしようと思ってるんですけど、いやーね、ちょっとまあ言うても結構限界が近い。今ね、79匹とかなんだよね、ポケモン。80がマックスで。なので、もう本当にほぼキープなしで、その場で判断。もう今日お迎えした子はこの先育てるだろうかっていうのを決めちゃうっ
ていうのをまあやってて、それはそれでね、判断を先送りにすることがないし、結構ね覚悟も決まるので悪くはないんだけど、まあ、さっきのねココドラ狙うかどうかとか、また別のところに葛藤が生まれたりとかはするんだよねまあ負担といえば負担なんだけど、まあそれもね、こうゲームを楽しむ大切なスパイス、エッセンスだとは思ってるので、今後も逐一楽しみつつぜひね、皆さんのボックス整理状況とか、文化睡眠税さんがねどれだけ色違い持ってるかとかも、もしよかったらねぜひ教えていただきたいなと思いますね。ちょっと本当に気になってるんだけど、それもかなり個人差ありそうだよね。どうなんだろうね。いやね、本当に人によるゲームだよね、ポケモンスリープ。あ、そういえばね、こう明日10月30日からポケモンカードのアプリ、ポケモン TCG ポケット、通称ポケポケが始まりますね。こう今ねバックで流れてる音楽がポケモンカード GB、 ゲームボーイのね20年以上前のゲームで、それをプレイして以来のポケモンカードとなるんですけれども、私遊ぼうと思ってるし、できたらね動画も上げようと思ってるので、ぜひねやるよって方はね一緒に遊べたらいいなと思ってます。フレンド機能とかあんのかな、私全然知らないんだけどもしかしたらね、また動画とか X とかでなんかそのあたりお知らせするかもしれないですポケポケもね、まあ無課金で遊ぶつもりというか、まあシンプルにお金がないので当然無課金なんだけど、あっちはねカードが揃わないとなかなかね思うように対戦もできなかろうということで、しっかりリセマラするつもりでおります。というかね、カードゲーム系はリセマラした方がいいかもしんないねえ、なので今ね遊べる端末5つくらい欲しいんだよねそれぞれでリセマラして、なんか各ねメジャーデッキ5デッキくらい組んで動画投稿したいよねということが、まあおそらく無理なのでポケポケに関してはゆるゆるとやっていくことになると思います。なんかねトレード機能がおいおい追加されるらしいので、まあとはいえおそらく気軽に交換できるようにしたら商売上がったりだと思うので、そんなことはないと思ってるんですけどもしねなんか気軽に交換できるんだったら、皆さんの力を頼るかもしれないねえ、何卒よろしくお願いいたしますちなみに今気になっているカードはですね、ナッシーとギャロップです多分ね狙うようなカードではないナッシー EX と通常ナッシーね使ってみたいんだよねまあそんな感じでね、カードゲームもともと非常に好きなのでね、とても楽しみであります。そしてね、ポケスリの動画投稿頻度も下げないように頑張りたいなと思いますので、何卒ご視聴そして高評価での応援よろしくお願いいたします。日に2本1本ずつとか出せるようになりたい頑張りますということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと、動画制作の励みになります。本当にいつも応援ありがとうございます。ポケポケの動画投稿しだしても、変わらず応援していただけますと幸いです。それではね、ミミッキュの大成功確率がどのくらいになるのか非常に気になるところではありますけれども、皆さんに素敵な出会いがあること願っております。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。